まあ今政治の世界でいろいろとこう変わっていく。まあそれはあの、岸田さんが解散をするんじゃないかと。解散するのはどうも今しかないというふうに思っておられるんではないかという、まあ観測をしている議員さんがいるようですけれども。まあそれも、まあ多分当たってるんじゃないかなと。まあもちろん解散を したくない人たちもいるわけで、えー、どういうことをするのかね、あのー、それによって政治に行ってもいろいろ変わってくるはずですので、えーまあ、今のところ、ね、岸田さんが解散って言うか言わないかっていうことをそ,それでこう右往左往するのも実,実にばかばかしい気がしますけれども。 総理大臣が今のところそういう権力を持ってしまっているように、まあ一般に扱われておりますので、えー、そんなことになっていきそうです。えー、あと今日は、これはあの、NHK などもかなりこう強い調子で報道していることの一つですけれど、大阪万博の話ががーんと出てきましたね。 どうしましょう <laughs> やめちゃうか <laughs> だってね、あの、まあちょっと以前からだいぶそのピンチだっていう話はいっぱい出てきましたよ。でルーマニアの代表団が来て、えー、日本の建設、建築業者には拒否されてばっかりなんだと。ね。まあどうなんでしょう費用の面なのか、あるいは、えー まあ簡単にその応じられない条件のそのんて言うんでしょうか悪さというのがあるのかもしれませんけどとにかく開幕に間に合わないんじゃないかっていう話がまず出てきましたで大阪万博なんだけどえ国も助けてくれよなっていう話が出てきましたよね 何言ってんだって感じがちょっとするんだけどあんなに大喜びしてたくせにっていう維新の皆さんがね特にで直近になって出てきたまあ今日あたり大々的に報道されておりますけれども、えー、費用の見積もりこれがね大変なことになってます当初見積もりの実に1.8倍、まあ、ざっと2倍になって、えー 二倍になって、これで要するに国費からお金が出てくことになるんだけど、どうですかねって東京の人に、あの、街頭でインタビューしたりしてましてね。実に、あの、なんていうか、それはみんな嫌って言うだろうと思うけれども。あの、結局そういうものが物価対策に使うお金だとか、 えー、その他いろんなことに本当はお金を使わなきゃいけない少子高齢化の問題もありますねそういう新しい資本主義 <laughs> を目指してこれはこれで笑っちゃう話ですけどだからそういうところに影響が及ぶんじゃないかというふうな規模の大きくなり方なんですよでこれさいねね、今日はの経団連の徳倉さんっていう会長さんが 万博の、やっぱ、運営組織のトップなわけですね。で、この方が会見をして、いや、不可抗力ってこともあるんですよって、しれっと言ってて、<laughs> うお、さ、さすが経団連の、あの、トップの言うことは、あのす、すげえな、と思いましたけれど、<laughs> すごいでしょひ費用の見積もりが1.8倍になって、 いや、不可抗力ですよって言っちゃうっていうね、うん。まあ、あの、オリンピックのことも思い出しますよ。オリンピック、東京オリンピック、あれもう何倍かになりましたよね。7000億円とか言ってたのが3兆円ぐらいかかったんでしたっけ最終的に。ものすごい話になったわけですね。まあ、オリンピックは巨大ですけど、そこまででかい話ではないですが、えー これ1点今段今の段階で1.8倍って言ってるわけでしょね経済情勢これから変わりますし、やってみたら、何せ、あの、いくらかかるっていう予測は、これは、あの、外れるのはしょうがないんだっていうことを、まあ、ト倉さんが言っちゃってるぐらいですから、ねさらに大きく外れたらどうなるんでしょう ね、<laughs> やっぱりやめちゃうか。<laughs> えー、なんだろう寂しくルーマニアのパビリオンだけ残して、えー、ルーマニア博覧会ってのはどうですかね、うんあの。なかなかいいんじゃないかと思いますけど。えー、というようなことで、まあ、国内にも混乱の思いがたくさんあります。あの <laughs> うん まあいろんなジェンダーに関する問題であるとかあるいは外国人のことであるとかまあ全くどうかなっていうような結論も今日も一つで出ておりますけどねあのウィシュマさんについての殺人罪での告発名古屋入管に対するですね業務上過失致死も検討しろとこの前は言ったのに。 今回は改めて不起訴ということで、えー、まあ身,身内というべきかかばうような結果になっておりますが、まあ、そんなこともあります。でまあ実にあの何て言うでしょう気持ちの中がざわざわと落ち着きませんけれども もしかしたらこれはある意味落ち着く方向なのかなってちょっと思うのはウクライナの話なんです。まあもうウクライナの話はね、いろんなところでいろんな次元、いろんな細かさ、いろんな大雑把さの話がまあされているわけですけれども。例の、国会のロシア軍、ロシア海軍の国会艦隊の司令官。 ソコロフさんというすごいねあの提督っていう位がついてるよねアドミラルですね、えー、ソコロフ提督があ死亡したのではないかということをめぐって、えー、実にちょっと興味深いことが起こっておりますまず事実としては9月の22日に まあ、ロシア軍が、えーまあ、ざっとこの10年、えーまあまあ、ある意味一方的にというかあの占拠しているクリミア半島その中にあるロシア海軍の、えー、海軍基地ですねセバストポリという場所ですがそこに黒海艦隊の司令部がある、まあ、海軍の中枢があるわけですね。 でそこに、えー、ウクライナ軍の巡航ミサイルが、えー、による攻撃があって、えーまあ、映像を見る限り少なくとも2発もしかしたら3発ぐらい当たっているんですねで、まあ、おそらくかなり堅固な建物だと思うんですけれどもそれを大、まあ、破させるような 大変、まあ、重たたい攻撃がなされたわけです、ね、で、これが9月の22日のことだったわけですが25日になってウクライナの特殊軍というところが、えー、私たちが攻撃しましたということを発表してでなんとそれによって、えー、国会艦隊のロシア海軍の士官 34名が死亡したとロシア軍の国海艦隊っていうのはまあいろんな船があるわけですけれどそこからミサイルを撃てる船もたくさんありましてウクライナの各地に対する攻撃のまさに戦闘になっているまあ軍隊でもあるわけですね。その司令官や 士官たちが。えー、まあ、大勢集まっているところに。えー、ミサイルが。断着して。えー、大勢三十四名、三十四名です。その中に提督が入っている。三十四名、えー、死亡。百五名、えー。負傷っていうふうな数字を出しました。ただ、これは、えー。その後で、ウクライナ軍自身が認めているように。 正直遺体の身元がは,はっきりしているわけでもないので調査中であるというふうなこともウクライナ軍自身が言ったりしています。でただし、まあ、問題はそこにかなり大勢の人がいてそれらの人たちがウクライナに対して攻撃を行っているロシア軍黒海艦隊の幹部たち。 だったとということは、まあ、おそらく動かないことななんでしょうで、まあ、なぜそれは可能になったかとかいろんな議論がありますけれども、えー、これまず当日、まあ、9月25日にウクライナ特殊軍がそれを認めたで翌日ですねあのペスコフさんっていう人がいるじゃないですかあのロシアの、まあ、プーチン政権の 大統領府の報道官。まあ、ロシア、まあ、プーチンさん自身を別にすれば、えーまあ、ロシアの政権の公式発表をする一番ポジションの高い人ですよね。でこの人に記者が質問をして、えー、提督があの死亡したというふうに情報があるんだけども、どうなんだっていうふうに聞かれたら、 いいいかななる情報も提供していないとあの皆さんに我々はその衛に関する情報を提供していない我々は何も言うことがないんだっていうふうにおっしゃったえつまりいや生きていますとかあのいやウクライナの言うとおり死亡しましたとかそういうことは一切言わずに、えー、否定も肯定もしなかったということがありますただ <laughs> その同じ日に これはロシアの国防省がロシアの国防省の会議にソコロフ提督がリモートで出席したと言ってそれについての映像を流したリモートっていうところがね微妙な話なんだけどで見るとあの映像が動かないんですよねソコロフさんのとこだけでどこ見ても静止画だしあと その背もたれからの上にこうなんか巨大な枕みたいなところに頭をこう,こう乗っけてるような映像に見えるのとまあそうは言いながらそのなんか頭と枕の間に距離があるようにも見えてちょっと違和感のある映像なんですよ。ななんんかライブって感じがしないんで,すねでところが動く映像も出てきました。 ちょっと面白いですよ <laughs>。で、えー、攻撃のあった、あの、日よりも、あと二十七日に、えー。軍のサッカートーナメントの表彰式。を。やってる映像が出てきたんですね。これ、九月十二日。あ、十六日か。十六日の。ええー。 サッカーの、その、軍のサッカーのね、表彰式っていうか、終わっ試合が終わってるわけですよ。で、記者がなんかインタビューしてですね、変でしょ、これ。<laughs> あの、いや、ちょっと忙しくしてて、表彰式が遅くなったんだと。つまり、これがウクライナ軍の攻撃の後の映像だということをわざわざ、あの、 言ってるんですよね,、うん、ね。ちょっと怪しいなっていう感じが私はするんですが、この映像が出た直後に、日本のメディア、あの、テレビは特にですね、あの、ソコロフさんは生きてるかもしれないっていうふうになんか論調を変えました。わからないというのが、まあ、せいぜいなところで。 えー、死亡したんではないかっていうタッチではなくて生きてるかもしれないというタッチに変わったんですでもねちょっと違和感ありりまくりなんですよ。でざっと1週間事件が起きてから1週間近くまあ、まあ、1, 1週間ないですね5日間ぐらいですね時間があるわけですね。そ,れその その間に、えー、実はソコロスさんは亡くなっているんだけどあるいは大けがをしているんだけど、えー、さも問題なく生きているかのように、えー、まあ映像とストーリーを作り上げるっていうことが可能だよねっていう感じがあります。まあ、いわゆるディープフェイクというやつですかね。 で記者のインタビューがありソコロフさんが何か答えてるこれもリップシンクさせるのはなかなか大変ですけれど、えー、ソコロフさんの映像をいろいろ持ってきてでまあ何うんでしょうしゃ,べしゃべらせたいことを映像のソコロフさんにしゃべらせるということは可能だろうと思うんで。 まあ、その当初はペスコフさんが否定しなかったということもそうですし、えー、どうもその静止画じゃないかという映像が大変都合よくソコロフさんだけは会議にリモートで出席したことになっているさすがにその段階でディープフェイクはできなかったんでしょうから、えー、っていうふうにね、まあまあ、理解したくなる。 もちろんあのいや絶対にあの死亡してるよっていうふうに言うこともできないですけれどただその可能性は相変わらずまあ少なくとも50%あるんじゃないかなという気がします。で仮にそうであった場合にこれはウクライナ侵攻というこの出来事の中で 極めて大きな意味を持つことになるかもしれないですよね。えー、まあ介護の主だった人が、えー、まあ一挙にその命を奪われるという侵略側がですね敗北するきっかけになるかもしれない。まあ。 そう簡単なことではないのかもしれませんがこれっていうのはつまり居場所さえ分かればまあ長距離のミサイルを使って、えー、まあいわゆる断種作戦っていうんですか、えー、まあ首謀者というか相手のトップを、えー まあ命を奪ってしまう。まあ、そういうことが可能なんですよということになりますね。うん、それがどういう影響を及ぼすのか、えー。今全体にウクライナ軍が反抗のスピードは決して速くないとは言いつつも。えー、まあ、数ばかりのロシア軍を次第に打ち破りつつあって。 特に南部で、えー、ウクライナ軍を2つに分断するところまで作戦があ、まあ、この年内というか、えー、進みつつあるという状況の中で同時にクリ,クリミア半島も奪還するんだぞという、まあ、意思が非常に強く出た事件であったと同時に。 その結果がもたらす影響は、えー、戦争全体に、えー、全体にも及ぶんではないかというふうに見ました。と、えー、いうところで、うん、はいまあなんかすごいことが起こりつつあるなとは思うんですけれどえっ、ー、と 今お話したウクライナの部分についてになると思いますけれどもここに今紹介していただいてます私がマグマグさんから出させていただいております2つのメルマガこの両方に内容上反映させたいというふうに思っておりますので有料のメルマガですので大変恐縮ですけれどもご興味のある方はぜひ一度覗いてみて頂ければと思います。 と、えー、いうところで、えー、ちょっと早いですが、はい、1曲目いけますか。はい、<laughs> サド・ジョーンズで「エンブレイサ e y ユー」。